このキャリーの中にパンパンに入ってます。あとまあ今回今年からね、大谷くんがドジャーズ行ってるってことで、アークテリクスも行ったんですけど、アークテリクスはアークテリクスで、はい、本日ですね、ロサンゼルスの、お土産を買ってきましたんで、こちらをご紹介していきたいなと思います。ということで、無事日本に帰ってきました。皆さんお待たせいたしましたということで、楽しい楽しい旅が終わったわけなんですけど、まだ Vlog が出てないかもしれません。だけど、先にこう、お土産をね、何買ったんかっていうの気になる方もいらっしゃるかなと思いますので、ご紹介していきたいなと思います。早速ですけども、こちら、T シャツになってます。この T シャツが、カリフォルニアでしか売ってないっていうことで、ここのね、お店屋さんで買わせてもらったんですけど、ちょっとお店の名前が何やったか忘れたんですけど、これが1店舗しかないっていうことやったんで、こちらね、購入させていただきました。まあ、ブラックやけど、こう、洗っていって薄くなってるみたいな色味なんですけど、これ他にもまだ全く同じことありますけど、そんなんがあったりだとか、あとはね、僕被ってましたけども、こちらの、帰国の時に被ってた、LA キャップですね。これを被ってたのを、買ってきたりだとか、あとね、途中でも履いてましたけどね、こちらのですね、スニーカーですね。チャック・テイラーっていう、コンバースのアメリカモデルの、まあ、オールスターみたいなやつなんですけど、まあ、実際履いてたのでね、もう汚れたりとかしてますけども、これがあったりということになってます。で、さらにこのキャリーの中にパンパンに入ってます。なんと今回、30キロ制限の中、29キロでパンパンになって帰ってきましたんで、そちらをね、開けていきたいなと思います。こんな感じですぞ、皆さん見てもらいましょう。29キロパンパンに入ってるから、こんな感じなんですけど、一個一個見ていきたいなと思います。まずはですね、こちらズドンということで、生地マフィア、僕は勝手に呼んでるんですけど、生地マフィアからね、この生地を買ってきました。まあ、今回の旅の目的でもあった生地を買うっていうところが、何を買うかって全く決めんと言ったんですよ。で、今回これをね、手に入れた理由っていうのが、僕ね、日本の生地ね、山ほどあるんですよ。山ほどある中で、やっぱり結構発色のいい綺麗なこういう色使いってね、なかなか日本の会社でこんなんないんですよね。だからぜひこれを買いたいっていうことで、1メーター確か50ドルぐらいしたので、7500円ぐらいか。1メートル7500円ってこれ洋服業界におったりしたら、目ん玉飛び出るぐらい高いです。それを買ったんですけども、これはね、そんなにライブ配信でも言ってたんですけど、生地多めに変えてないので、こうジャケットの裏地とかで使えたらいいかなと思ってたりだとか、あとはですね、生地2つ目。これは、マリリン・モンローとか、そういうやつの生地ですね。で、これに関してはもうちょっと生地が厚めなので、ブルゾンとかで、使えたらいいなと思ってるんですけど、ただこのブルゾンで使っても5着か6着ぐらいしかできひんぐらいなんで、かなり数は少ないんですけど、まあ言ったらチェック柄と同じ白と黒やからチェックと同じなんで、結構一見派手には見えるんですけど、パッてこれ着てみたりしたら意外といけるやろうなと思って、でファスナーをちょっと高級感のあるようなファスナーにして、で裏地にちょっとデニムでも貼ろうかななんて思ってるんですけど、この後もデニムまた行きますね。ちょっと見てくださいね。でデニムの前に次はこれですね、英語の新聞みたいな生地で、これも生地マフィアのとこで買ったんですけど、こう場所場所によってね、絵柄が違うんですよ。だから撮る場所によってデザインが若干変わってくるんですけど、まあ、それはそれでまたかっこいいなと思ってまして、例えばね、こういうデニムのジャケット作ったこの裏地のポケットとかにこういうのを使うんですよ。めちゃくちゃかっこいいないですか、こうパッてやった時に。めっちゃかっこいいなと思って購入してみました。これだけで合計で30万ぐらい、生地はこの3つだけなんですけど買って、他にはですね、それこそ僕と同じ T シャツがありますね。ここに何枚あるやろ。まず1枚でしょ、次は2枚でしょ、そして3枚目。これ全部サイズ違いで購入したんですけど、あとまあ僕が海外行ったら大体ステューシーのロゴ買ってくるってね、これ後ろ見てもらったら分かるんですけど、ステューシーロサンゼルスって書いてますけど、これね、もうなかなかもなくて、日本人とか韓国人めっちゃ並んでたんですけど、ロサンゼルスモデルはもうないんって聞いたら、この XL1 点しかないって言われて、もうそれやったら、まあ僕は着いひんけど、メンバーシップの人にプレゼントできたらなと思って、ここよくエンドロール流れてるじゃないですか。あの人たちのおかげで僕こういう動画制作できてるので、その方々にお土産っていうことで、まあ全員分は買えないんですけど、これ LA バージョン買ったり、あとはステッカーですね。まあ後でも見ていただくんですけども、こういうまあルート66的な感じのやつ。これはまあ可愛らしいじゃないですか。だからまあ欲しいっていう人がいてるかいてへんかわからんねんけども、前回もステッカーはそんな人気はなかったんですけど、たった一人だけ欲しいって言ってる人がメンバーシップに入れて、その人にプレゼントしたりだとか、あとまあ今回今年からね、大谷くんがドジャーズ行ってるってことで、やっぱりドジャーズ系のやつはもう一個いるでしょっていうことでね、ドジャーズのブルゾンを購入してみました。これはやっぱ向こうサイズの L なんで、若干ちょっと大きいですね。まあ言ったら日本で言ったら XL みたいな感じなんですけど、まあ僕の視聴者さんって筋トレとかされる方多くて、で僕も筋トレとかするので、まあ筋トレする人とかやったらこれ上にパッて羽織って、行ってもいいかなと思ったんで、ここ見たらね、LA って書いてね、おいおい、ドジャーズのジャケットなんか誰が着んねんって思うんやけど、このパッと見、なんていうの、こう古着っぽい感じのジャケットに見えるじゃないですか。ナイロンブルゾンに見えるから、これはこれでいいなと。しかもこの肩のロサンゼルスって書いてるから、まあまあいい感じじゃないですか。で、まあちょっと買ってみようかなと思って買ってみました。そしたら、なんでか知らんけど、やっぱ評判は良かったですね。ここにも出てるようにね、記念写真撮ってもらったんですよ。お土産売り場の前でね。そしたらその時に、お兄さんそのジャケットめっちゃかっこいいですね。どこに売ってるんですかって言われたから、あ、これ結構意外とかっこいいかもしれない。
なと思って購入をしてみました。まあこれもメンバーシップの人のプレゼント用なんですけど、まあなので今の段階で自分用に買ったんってこれだけかもしれないですね。あとコンバースか。コンバースもありますけど、それぐらいかな。で、次がまだありますよ。まだまだ。何かと申しますとですね、こちら、多分知る人は知ってると思うんですけど、このね、エレフォンっていう、まあ言ったらリッチな人たちが行くスーパーがあるんですよね。で、そこのスーパーでしか売ってないトートバッグで、スーパーのトートバッグって僕はあんま興味ないからそんな感じなんですけど、嫁とかはこういう流行りとか好きやから、セレブ通うスーパーのトートバッグ。で、これが日本でなんと1万なんぼとかで売ってるんですよ。このトートバッグに1万すんのって感じなんやけども、現地やったら50ドルぐらいで買えたんで、実質7500円ぐらいかなって書いたってことなんで、全然向こうの方が安かったんで買いました。で、まあ一応、嫁には何が欲しいのって言ったら、この白が欲しいとか白を買ったんですけど、嫁ね、グリーンもパーソナルカラーなんですよ。だからめちゃくちゃ似合うから、まあ、一応グリーンもあったし、グリーンも買っとこうと思って、で、次がカーキですかね。カーキも一応買ってきました。パッて見たら黒かなと思ったんやけど、ようよう見たらカーキで、まあ、これはうちのスタッフにプレゼントしようかなと思って、お土産として買ってきました。まあ僕トートバッグ使わんから、あれなんですけど、そして次がですね、あ、そうそうそう、コンバース買った時に、なんかトートバッグも一緒にもらったんですよ。しかもこれはなんかジップもついてるやつだって、こんな感じのやつで、なんかまあ日本でいうところのショッピングモールっていうか百貨店みたいな感じだな。外の路面の百貨店みたいな、なんかアウトレットみたいな雰囲気ないけど、そのディスカウントしてるわけじゃなくて、まあ結構ちゃんとしたブランドが並んでるみたいなところで買ったんですけど、なんていうところやったかな、ちょっと忘れたけども、そんなところで買いました。で、まあこれね、コンバース買った時についでにこの辺もばらまきようや言うて買ったんですけど、嫁に言われました。これね、どこでも売ってるよって言われたから、どこでも売ってんの、これせっかくロサンゼルスか売ってへんと思って、あの喜んで買ってたのに、どこでも売ってんねやと思ったんですけど、まあもう買ってからやからしゃあないね。可愛いでしょこんなんね。かわいいなと思ったけども、まあどこでも売ってるんやったらまあしゃあないんですけどもね、そういったことで買わせていただきました。ここにポチンと置いておこう。だからこのトートバッグはたまたまついてきただけ、お土産として。で、次がこの LA キャップね。これはもうまあニューエラバージョンですね。さっきのはニューエラバージョンじゃないから、これはニューエラバージョンのロサンゼルスドジャースのキャップですね。そしてですね、次がこれがコンバースのスニーカーでございます。これ全く同じなんですよ。僕が履いてるやつと全く同じなんですけども、ハーフサイズ下ぐらいかな、のを買ってました。まあこれはとりあえずお土産で使えるなと思ったんで、チャックテイラーっていうやつがね、日本では売ってないんですよ。海外でしか、まあ韓国とかでも売ってるらしいんですけど、アメリカでは売ってて、しかも日本で買うとこれ2万ぐらいするんですけど、アメリカやったら65ドルとかなんで、1万円ぐらいかで買えるんで、1万円ぐらい安いんですよね、日本で買うより。で、日本で買うのは合法じゃないというか、まあ個人輸入してる方から買わなあかんので、僕あんまそういうの好きじゃないので、まあどうせやったらここで買っとこうかということで買いましたというのと、次がですね、ラスト2つ、こちら1つ目っていうのがですね、デニム生地なんですけど、普通のデニム生地じゃないんですよ。よく見てください。ここにね、イタリーって書いてるの分かります？イタリアのデニム生地を買っていたんですよ。で、まあここにね、購入してる時の様子あると思うんですけど、イタリアのデニム生地ってなかなか日本で買えないんですね。だから一回どんなやつか買ってみようと。で、買った上で、例えばさっき見てもらったような、このマリリン・モンローのジャケットの裏のポケットのところをイタリアのデニムに左はするとね。で、右側のポケットの方を、次これはカリフォルニアのデニムがあるんですよ。で、カリフォルニアのデニムを右ポケットの方に使って、イタリアのデニムをこっちに使うっていう風にねしてみようかなと思って。で、例えばこう両脇のところのポケットは日本のデニムを使うみたいなことしたら面白いんちゃうかなと思って。やっぱり若干ね、イタリアとあのカリフォルニアでは若干違うんですね。イタリアのデニムはこんな感じのデニムなんですけど、カリフォルニアのアメリカの方はこんな感じで、パッと見違い分からへんと思うんですけど、アメリカのやつの方がちょっと柔らかいんですよ。柔らかさがあって、多分気候とかもねやっぱあると思うんですけど、折り木の機械によって。で、これの方はもうちょっと硬いんですね。で、だからのり付けが多分もしかしたらイタリアの方がパキッとのり付けされてるかもしれんし、アメリカの方、カリフォルニアの方はのり付けが少し、甘めにしてるんかもしれないんですけど、そういったことでいろいろと買わせていただきました。以上が、購入品となります。だから、ちょっと言わないけど、デニムがイタリアのデニムでしょ、で、アメリカのデニムで、マリリン・モンローで、デニムの裏地で使うやつで、次はこれはパンツのポケット地、このパンツのポケットの生地で使おうと思ってるから、普段は見えないんですよ。普段見えへんけども、実は自分だけがこの裏地は、ちょっとテンション上げていける裏地があるんだっていうのを分かった上で履けるって面白いじゃないですか。で、これも突然しても、まあ数はないんやけども、そんなことがあったりだとか、あとはスニーカーですよね。スニーカーはチャックテーラーの27センチかな。で、僕が履いてるのがチャックテーラーの 27.5、 そして LA キャップがこの47のやつと、ニューエラバージョンのやつね。そしてコンバースのトートバッグとエレフォンのトートバッグが4つ、ホイデモって、次が LA のロスのジャケット、そしてスチューシーのロサンゼルスバージョン、そして今僕も着てるけども、どこかのセレクトショップで買った T シャツ、まあこれ僕の入れて4枚か。で、最後忘れてた、アークテリクスも行ったんですよ。で、アークテリクスも行ったんですけど、アークテリクスはアークテリクスで結構いろいろあって、ちょっと気が合いますわ。
まあ、ジャケットとかはね、ゼータジャケットとか日本で売ってるのとほぼほぼ変わりないんですけど、今日本って買えないんですよね。なくて。だから何買おうかなと思ったんやけど、ほとぼほぼ僕持ってるやつばっかりやったから、あ、持ってるやついらんなと思って、どうしようかなと思ったら、一応これトレーニングウェア。ジム僕行くので、ジム行くとき用として、ここにアークテリクスって入ってあるんですけど、まあ、これはあったら可愛いかなと思ったんで、買ってみました。が、まあ、僕のジム着ですね。ただアークの T シャツ結構高いんですよ。これでね、14,000円ぐらいするし、普通の、ここにアークテリクスのロゴ入ってるだけの、なんてことない T シャツやんけど、それで1万円ぐらいするんですね。だから結構値段するなって、そのなんかこだわった感じも全くないんやけども、あ、結構するなっていう感じなんで、初めてね T シャツ買ったんですけど、そういったことになってます。で、あとね、ちょっと最後1個だけの忘れた、これが僕がね今回初めて、アメリカに行ったっていう記念の航空チケットとか、部屋のホテルの、408って書いてますけど、418かって書いてるルームキーもらった時の、紙とか、そういうのを1セットにして、1セットにして、初のアメリカ進出の時の、まあ、こういうチケットみたいな感じのまとめさせていただきました。まあ、これはこれでちょっとまあ欲しいっていう方がちょっとメンバーシップの方にいらっしゃるので、メンバーシップの方にこれはプレゼントしたいなと思うんですけど、まあ、僕はねこんなんクシクシってぐちゃぐちゃにしてポケットに突っ込んでゴミ箱に投げるだけなんですけど、これで喜んでくれる人がいるんやったら、まあ、これでいいやということで、こんな感じでやりました。だから基本的に僕のものって言ったら、まあ、この T シャツとか、あとバラ巻き用 T シャツとか、あとコンバースかぐらいが僕のやつで、あとは基本的にはまあプレゼントとか、まあ、メンバーシップの人だけじゃなくてうちのスタッフで、それとあと嫁像のやつとかっていう感じなんで、もう今回ねお土産買う荷物の容量がなかったんですよ。だからもう結構バツバツになっちゃったんですけど、またまたね、Vlog の方もちょっと出ますので、それを見ていただいて、あ、こんな感じでお土産買ってていいなとか、こんな感じで生地買っていいなっていうのをね、また見ていただければ嬉しいなと思いますので、まあ、ひとまずロサンゼルスの方はこれで一旦終了ということになってました。いろんな気づきとかがあって、いろんな日本ではわからないことがあったので、行けてよかったなと思いますし、次回はね、今年中にどっか秋ぐらいにはニューヨークの方にも行ってみたいなと思いますので、まあ、それに向けて頑張っていきたいなということで、本日はですね、ロサンゼルスで買ったお土産を一挙紹介ということになってました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。